民間諜報員として君は抜群の腕を持ってる。安全じゃなかった。正面は安全って言ったの。もういい、どっちでも。あ、そう。とにかく行くぞ。また仕事を頼む。でどうする？グレッグ・シモンズ、大富豪の武器商人。おお、なんだかみんな怖い顔してるぞ。グレッグは普通の餌じゃ釣れやしない。何その餌ってのは？ダニー・フランチェスコ、映画スターの。グレッグは彼のファンなんだ。どう引き込む？脅迫。策略か。いいぞ、進めろ。君はある役を世界に求められてる。誰なんだよ？マネージャーだ。君と義理の妹さんはデリケートな状況にある。彼女のこと愛してる。だろうな。見てよくわかった。緊張しなくていい。しなくていい。人殺しでしょ。役者でしょ、演じて。私をつねってくれるか。ダニー・フランチェスコか。次はどんな役？叩き上げの大富豪の役。まるで私だ。私に張り付き、何でもかんでも真似してみろ。昨夜はグレッグの取引相手もいたはずだ。あいつら、俺が突っ込んでやるよ。まずはディナーに誘って、突っ込むのはその後。せっかちね。何があった？やつにバレました。オーソン・フォーチュン、セクシーな名前だ。偽装がバレた。どうすれば？ダニーが口を割る。ダニーを連れ戻せ。グレッグ・シモンズを止めろ。それは心配いらない。それで何するの？奴らを撃つに決まってる。見られてないか？マナ。それは見られてないってこと？マナ。見られたってことじゃないよな？マナ。